なんと鳥が魚釣りをする。今回は意外な方法で魚を捕る笹鯉をご紹介します。熊本県熊本市水前寺江津湖公園、3000羽を超える渡り鳥がやってくるこの公園では、年間を通しておよそ100種類以上もの野鳥を観察できるといいます。やってきました。こちらが今回の主役、世界に広く分布するサギ科の鳥、笹鯉です。日本には夏に南から渡ってきて、九州ではそのまま越冬するものもいます。全長50センチほど、普段は目立ちませんが、立派な冠羽、冠羽も持っています。これは今年この地で生まれたまだ子供の笹鯉。体は茶色がかっていて縞模様があります。これが自然の中では周囲に溶け込んでカモフラージュに役立っていると考えられています。さて、同じ仲間のコサギの獲物の捕まえ方を見てみましょう。水の中に入っていって、このように足を器用に使って獲物を追い出して捕まえています。一方、今回の主役、我らが笹鯉はというと、とってもユニークかつものすごいテクニックで餌となる魚を捕まえちゃうんです。さあ、一体どうするのか、じっくりとそのハンティングの模様をご覧ください。じっと水面を見つめる笹鯉。すると、おや、水に浮いていた何かを加えました。それを投げたと思ったら、うわー、お見事。そうなんです、水面に撒いたものを餌かと思って魚が寄ってきたところを捕まえる、言ってみれば撒き餌漁で魚を取るんです。この笹鯉の行動、実はここ水前寺江津湖公園で初めて撮影されたものなのです。実際、撒き餌漁は全ての笹鯉がやるというわけではないようですが、この見事な技によって水前寺江津湖公園の笹鯉は全国的に有名になりました。それでは一体なぜここにいる笹鯉たちはこんな技を身につけたのでしょうか。公園では観光客が撒いた餌に魚が群がるという光景をよく目にします。一説によれば、それを観察していた笹鯉が真似をして始めたのではないかと考えられているのです。本来の笹鯉の狩りはこうです。普通にじっと魚を待ち伏せて、素早くくちばしを突き出してハンティング。その一方で、恐ろしく賢い方法を編み出してしまった水前寺江津湖公園の笹鯉たち。撒き餌漁ではいろんなものが疑似餌、つまりルアーとして使われます。こちらは葉っぱですね。こちらは小枝、それから羽なんかも使われます。またハエやクモなどの生き餌を使う場合もあるそうです。トンボを捕まえた笹鯉、これを生き餌に使うのかと思ったら、あらららら、これはそのまま食べちゃいました。それにしても実に見事なルアーフィッシング。餌を投げる、そこに魚が来る、捕まえる、その賢さには驚かされるばかりです。ところが、そんな彼らだっていつも成功しているわけじゃないんです。餌を投げる、行く、はい、失敗、失敗に次ぐ失敗です。こちらは抜き足、差し足、そーっと魚の様子を伺いながらタイミングを測っていますが、あれ、いつの間にかどっか行っちゃったみたいです。こちらは上から狙っています。
餌を投げて飛び込んだ。空振りです。こっちでも餌を投げて、どうやら失敗したみたいですね。なかなかうまくいきません。こっちでは餌を投げたと思ったら、大きな魚が団体さんでやってきて、思ってたのとちょっと違う。こっちの子は魚を狙って直接アタック。よし、うまいこと捕まえたと思ったけれど、くわえた場所がちょっと尻尾の方ギリギリ。さあどうする？空中に放り投げてもう一回くわえ直すとか。まあさすがにそれは無理でしょう。そんなことしたら逃げられちゃう。こりゃあ参ったぞ。いやいや皆さんご安心ください。ちゃんと陸に上がって食べるんですね。さてさて、池に張り出した枝の上から魚を狙っている一羽のササゴイ。やったか？どうやら失敗のようです。さあ今度は葉っぱの疑似餌を使います。タイミングを測って、お見事、知恵と肉体両方を駆使したハンティングに脱帽です。こんな風に熊本市水前寺江津湖公園で興味深い餌取りをするササゴイたちの観察を続けた取材班。実はこの後カメラはこのササゴイの思いがけない失敗を目撃することになったのです。水面をじっと見下ろして魚の気配を探るササゴイ。熱心に、ひたすら熱心に見ております。すると、あれ、なんとさっきせっかく食べた魚を計らずも吐き戻してしまったんです。ササゴイさん痛恨のミス。こうなるともうじっとしていられない。はあ、どうしようどうしよう、やっちゃったよ。苦労して捕まえて食べたのに、魚魚どこ行っちゃったんだ。と焦ったササゴイさんでしたが、落とした魚を見つけて無事もう一度食べることができました。めでたしめでたし。ちょっとドジなササゴイの一幕。でも頭が良すぎるところばかりじゃなく、こんなシーンも見せてもらうとなんだかちょっと安心しますよね。